し。はい、本日の朝ごはんです。玄米ご飯に納豆2パックかけていただきます。最悪です。今動画カメラ回ってるかと思ったら回ってなかった。もうこれぐらい食べてしまったもん。いただきます。玄米ご飯、玄米ご飯です。うん、普通の白米よりパサパサしとんから、うん、美味しい。もうだってこの玄米ご飯だけで食べれますもんね、味付けいらず。うん、うん、これ反対から開けてしまったんですけど、山口県産の玄米、これあのちょっと前に親戚のおじさんからいただいた分、玄米です。美味しいです。昨日から炊き始めたんですけど、玄米ってすごいあの時間かかるんですね、炊くのに。普通ならどうだろう、30、40分ぐらいで炊けるところが1時間15分かかるということで、と思って、昨日夜ご飯ちょっと炊けてなかったんで、お米がなくて、そうんで夕方急いで家帰ってセットしたら1時間15分ってね、炊飯器に出てしまって、イエーと思って。だから急な時とかはちょっと玄米って大変かなと思いましたけども、早炊きとかできんのかな、じゃけ多分ね、玄米モードでやったらね1時間15分かかりましたけど、でもやっぱ美味しいね。うん、うん、これちょっと黒っぽいのもあるよね。うん、うん、うん、よく噛まないとね。玄米って体にいいんでしょ？うん。うん。うん。小豆は玄米食べれんや。うん。ダメよ。これ。そこ書いてダメよ。うん、美味しかった。ない、ごちそうさまでした。おいで。何もない。ご飯食べたじゃろ今。朝ごはん今食べたじゃん。ね。だからもうおしまいです。私太ったんでもう。ふがふがふが言って。お仕事行ってくるよ。今日は兄におらんて一人でお留守番ですよ。じゃ、皆さん。さようなら。
さあ出発しました。今日は気温が5度です。あ、そこまでキンキンではないですけど、あ、来週からすごく寒くなるみたいで、あ、やっぱりなと、やっぱりクリスマス前ぐらいになったら雪が降るぐらい寒くなるよねと思いましたね。毎年そうですよね。寒いって夜じゃんね。そこまで冷えてないって言いながら、無意識にね、あ、寒いって、ね、言ってしまいますよ。今日は通勤動画です。帰宅動画じゃないです。玄米ってあれダイエット食にもなるんですね。ヘルシーなんかな。美味しかったね。俺玄米好きだけどな。結構苦手にするしてる方多いんでしょ、玄米って。玄米美味しいと思ったけどな。味があるじゃん、しっかり。まあ、ご飯も白米も甘みがあるけど、玄米は玄米でまたね、なんだろう、本当なんかの玄米茶食ってるみたいな感じ。そうそう。美味しいですけどね、味があって。食感も嫌いじゃないよ。ちょっとパサついた感じの。あの白米がちょっと水分足りなさすぎてパサパサに炊け上がったのは嫌いですけど、嫌ですけど、玄米はね、いいですね。美味しかった。なんか喋ろうと思ったんだけどな。あ、そうそう、今日朝は、昨日動画でも言いましたが、ちらっと言ったけど、東広島の方へも処分場へ走らんときません。うわー、4トン来た、4トンが。4トンでないじゃん、これでかいじゃん。大きいのが来たわ。はい、今日はスレートを今積み置きしてるんですけど、それを東広島の処分場へ運搬します。ノンアスベスト、そう、アスベスト含まれてないやつね。スレートっつったらなんかアスベストが含まれてるイメージがあるんですけど、今回運ぶのはノンアスベスト。アスベスト入ってる分はだいたい20日市か、白木町の方へ運搬するんで、1流米ぐらい、はい、全然軽いです、1流米だけ1トンもないでしょう、全然多分スレートだったら、1トンぐらいかな、1トンあるかないかぐらいでしょうかね。だからね、今日朝からドライブ、ちょっとしたプチドライブ、その後どこ行かされるか分かりませんが、昨日だったらね、三原の宮浦の現場があったんで、ね、また広島市民球場さんとスライドできた可能性があるんですけど、今日はそこの宮浦の現場があるか分からんので、本当でもスライドって、本当スライドできるって本当奇跡的なタイミングじゃないとね、なかなかできませんよね。その日の24時間あるうちの、ね、その場所でしか、そのタイミングでしかスライドできないんで、すごい確率ですよね、スライドできるって。毎日僕は同じところ、同じ時間に走るったらまああれですけど、あちこち走ってる中で、昨日みたいに視聴者さんに、ポテてフリフリしてもらえるっていうのはね、なかなか奇跡的なタイミングです、ね、今日は視界がいいですね。はっきりと広島市内が一望できますよ。
ボケっとしたいね。こういうとこへ車止めてさ、あの景色見ながらなんか椅子を倒してリクライニングさせてボケっとなんかしときたいね。うん、そのまま寝落ちしたりして、そうそう。最近ほんとね、これ年のせいもあるんかもしれないんですけど、すごい寝起きがねしんどいですね。以前にも増して、ほんともうこれ確実にもうなんか年なんかな、年なんか何なんか分かりませんが、2、3年前に比べてなんかすごく寝起きがね、体がねだるくてしんどいですね。休みの日の、あの年末休みの日程出ました会社から。僕多分でも30からです。あ、じゃない、嘘ばっかりおるなほんま。31から休みです、はい、31から6、5までだったかな。31、1、2、3、4、5、5か。で6日
日が多分土曜日でしょ。1月6日土曜日1日だけ仕事出て、でまた7、8日月が休みですね。月曜日が成人の日でしょ。そうだから土曜日1日だけ、ね、出なきゃいけないんですよ。年末は30まで、30の一応午前中ってなってますけど、もう無理でしょうね。夕方までかかるだろうね。やっぱり目いっぱいになると思うけど、本当ね、昼過ぎで終わったことね、1回2回ぐらいしかないんですよ。例年はね、ほんとギリギリまで、最終日のギリギリまで現場がありますけど、そう、ね、結局もう30日って言ったら 大概のところ休みなんですけど、そう、29日までに取りきれんかったところをね、30日に最後回ったりせないけんので、それが残ってるんで、まあ、結局30日の夕方ぐらいまでかかります。下手したらもう洗車できずに終わってしまう運転手さんもいますからね。一回あって茶前くんがもう最終日のもう夕方遅くから5時前ぐらいから高田町の方行かされてからね。そうそう、あったね。帰ってきたのが何時、もう8時前とかだったんじゃないかな、最終日にね。そうありましたね、そういうことも。まあ最終日はなんか本当ね、午前中で洗車も含めて午前中でもう終わって、昼から帰ってプシュッとビール開けて飲んでっていうのが理想ですけども、なかなか昼間からはやっぱ飲めません。うん、あちこちね、やっぱり車を出すこともあるんで、やっぱりねお酒は夜ぐらいしか飲めんかな。この辺りで終わりますんで、はい、また明日も元気にお会いしましょう。今週1回ぐらいね、またライブ配信したいんで、できればちょっと予告をしてから、告知をしてからやりたいんですけどね、はい、よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。また明日。